金松譲は、日本の海軍軍人、著作家。与内光正海将時代の大臣秘書官や、中米大使館府武官補佐官を務め、太平洋戦争においては、情報解析に実績を残す。海軍大佐で終戦を迎え11年半の、菅もプリズン生活を送った後は、主として、海軍関係の書を表し、観光数は100点近くに及んだ。 小学校校長の長男として、佐賀県武雄市に生まれ海軍兵学校に進んだ。母校の佐賀中学は、佐賀藩の藩校行動館の流れを組み、当時の災内観光の一つであった海軍兵学校に多くの合格者を送り出した中学である。佐根松は海兵51期生として、中尉の席次で卒業後、浅間乗組として実務訓練を受ける。 練習艦隊幹部は司令官、斉藤七五郎、岩手艦長、与内三政、正、海の神様と呼ばれた、浅間艦長前村松木、指導官府、安田吉達らで構成されていた。伊津時代の同僚、堀内と明き根松は1937年11月に、海軍省副官権海消秘書官に就任して、以降は陸上勤務のみであったが、初級士官時代や退位、 調査時代の初期までは各種感染に乗り組んでいる。小医候補生時代に最初に乗り組んだのが連合艦隊機関長戸であり、航海支付として艦隊勤務が始まった。中医時代には第一県外艦隊所属艦船で勤務し、陸戦隊を率いて居留民保護に任じたこともある。大医進級までに廃場となった艦は、駆逐艦、連、菓子、保護艦、あたけ、 軽巡洋艦阿武熊であった。大義時代に航海学生課程を卒業して、航海実専攻の将校となり、以降は、駆逐艦吹雪、測量船、淀で航海長を務める。その他、駆逐艦雷儀装員や潜水母館、唐崎の水雷長も務めた。2年間のクレチンジュフ副官を経て、海軍大学高校主課程にはぶ。同期生には、 学生長の大井厚氏、豊田熊を海兵52機の高松のみや、チョコ力平などがおり、寺本武春、宇垣きまとい、安倍高貴らの指導を受けた。戦後に、サ根松は海大における海上交通保護警視の実例を示している。海兵、海大とも同期の筒美正幸は近所に住まい、峠港校を共にした中であったが、2.26、実験後に自決した。 卒業後に第一潜水船隊機関であった、軽巡洋艦、いすずの公会長に補えされる。サネ松は4年半にわたり陸上配置にあり、初期には失敗を犯すこともあったが、艦長、山口多門の下で機関公会長を務め、日中戦争において中南市の沿岸封鎖に従事した。サネ松の公会長時代のいすずには親戚降下した。 皇族出身の司令官と将位が上官していたが、この将位の成績は芳しくなく、司令官はサ根松に大自前書を要望した。サ根松は山口に相談したが、山口は要望を拒み、その上で山口とサ根松は将位に特別指導を行った。この元皇族将位は後に根拠地帯参謀として戦死している。サ根松が補佐した与内光正と、 山本56。サネマツは戦後に米内の評伝を表し、また海軍サハトリオの一人である井上成美についても高く評価していた。海軍省副官係大臣秘書官は大臣官房のスタッフで海軍省におけるあらゆる書類の内容を確認する劇職であり、サネマツの公認となる福知の夫によれば1日で3000の応援が必要であった。 サネマツが補佐した解消は、与内三政である。サネマツの在任時は、日独伊三国同盟締結に向けた政治状況にあり、米内や山本56次官、井上成美軍務局長ら海軍省首脳は反対していたため、サネマツや横山一郎らの副官、秘書官は同盟締結を求める国会議員や右翼団体らの応対にあたる。 山本次官の暗殺を図る動きもあり、海軍省は臨戦体制を整え、サネマツらは大臣、時間警護のため実弾を装填した拳銃を準備していた。サネマツは三国同盟を推進していた陸軍に反感を抱き、その感情は晩年に至っても強かった。二年にわたる任期を終える、際のサネマツについて、阿川博之は、その著作で、 心ウきウき所証事項のサルツギ等半分上の空と描写しているが、福地は秘書官家業の苦しかったことの同情がこのような表現になったと指摘している。実際に、サネマツの用意していたサルツギ書類はこと細かなものであった。米国駐在を命じられ、1940年1月26日に出発する。この日は日米通商公開条約が執行した日であり、 すでに日米関係は緊迫していた。サネマツはプリンストン大学大学院で米国の歴史、政治を学ぶが8月にはワシントンに設けられていた部官室勤務となり11月に中佐に進級する。サネマツの補佐官時代は日米関係が悪化の度を加え立花事件や日清丸の暗号書問題など様々な文略が起き、 県独施設団の派遣やドイツから日本に提供された工作機械の輸送にあたる朝か丸のパナマ運河通過問題に際しては現地交渉を行った。この他、海国海軍部官から英国海軍の秘密兵器の情報を入手し、電波単身兵器に対する準備が必要であると愚心している。サネマの公認予定者は中山貞義であったが海軍部官府は 外交官資格を有しない者を米国外に分散させており、中山は短期間で南米に赴いている。サネ松は陸軍部官の磯田三郎、海軍部官の横山一郎らと野村義三郎大使を補佐して最後の対米交渉に関わる。サネ松自身は著書新珠湾までの365日で1941年12月に東の風。 雨という短波放送を受信して、回線を知り、暗号書、機密書類を処分したと証言しているが、このいわゆる、ウィンドメッセージの審議については、議論が分かれており、須藤晋氏は、外務省の暗号書、機械処分指示の公伝との比較から、辻褄が合わないと指摘しているほか、井口武雄は浅根松が、野村大使に、 メッセージについて伝えた形跡がないことから聞いていなかったとも思われると記している。現地時間の12月7日午前9時頃、出勤したサネマツは郵便受けに放置されている大量の電報を目撃した。この電報が台米をぼえがき、すなわち日本政府の台米交渉を打ち切り通告であったと、サネマツは記しているが、複数の大使館関係者は事実と異なると指摘しており、 サネマツは別の電報を誤認したという反論を受けている。打ち切り通告のアメリカ国務省への施行は指定時刻に間に合わずに宣戦線復刻は真珠湾攻撃後となった。これに関し、戦後の極東国際軍事裁判で台米通告の発信自体を意図的に遅らせたのではないかという追及に対して弁護側は現地大使館の処理に責任を負わせる弁明を 行ったが、サネマツの証言はそれを補強するものとして広く、ルフすることとなったと、井口武雄は指摘している。サネマツらは抑留され、交換戦で帰還したのは、翌年の8月20日である。サネマツ在任時の軍令部首脳。二列目右から二人目が、第五課長の竹内香サネマツは、軍令部第三部第五課の米国班長に補いされ、海外教官を兼務した。 着任当時の第5川課長を含めた人員が4名、うち1名は他の職務との兼任者であり、自民の不足は明らかであった。人事局は主管が不足している状況から正規主官の敗因に難色を示しており、短期現役主官や予備主官によって従院が行われる。人員拡充は引き続き行われ、1944年7月には、 主官以外のものを含め54名となっている。こうして、台米情報作業が本格化したのはすでに、サイパンの戦いが終結する時期で、サネマツは、海軍は、腰ダめで戦争したとその情報形式を批判している。第5課で、サネマツらが行った、台米情報作業は、捕虜から情報を得ることも、方法としていたが、主として統計的手法を用いて、 米側の基礎を判断するものであった。基礎となる情報は、米国のラジオ放送や中立国経由で入手したものであり、これを解析して、第5課が提供する対米情報は、連合艦隊司令部の作戦に直接役立っていた。サネマツは、米軍の主攻勢方面も、的確に言い当てている。主攻勢方面については3つの可能性が、考えられていたが、 サネマツは以下のように主張していたのである。日米の決戦であったマリアナ沖海、米軍は今膨大極まる艦艇建造を推進しており、その主力はエセックス型の航空母艦である。米軍がこの有力な母艦部隊を遊ばせておくはずはない。しかし、大機動部隊を全幅利用しようとすれば、天地気象及び作戦海面の公共等から考えてみるに、 中部太平洋方面以外に場所はない。従って彼は機動部隊の整備完了次第我が内内洋に対して攻勢を開始するであろう。現画ミノル海軍航空隊始末期より引用、サネマツら第5課が作成した対米情報はほぼ正確なもので、米軍は暗号解読や情報組織の存在を疑い戦後にサネマツを問い詰めている。 サネマツはその手法を説明したが、米軍主官の理解を超えていたという。この際、サネマツらが作成し、米軍主官が説明を求めた、対日作戦間一条部隊配備推定用図は、血みどろな普段の努力の結晶であった。一方、サネマツは、アメリカ情報を得る一環として、尋問を目的とした、捕虜収容施設である、横須賀海軍警備隊植木文献隊の運営にも、 深く関与した。サネマツ自身は、戦後の1974年、別冊週刊読売九9月号に、大船収容所始末期という手記を寄せている。それによると、現実の捕虜を目の前にして、何の情報も得られないのも残念な話である。何とかして、彼らを利用したいという理由でこの施設は設置された。サネは手記の中で、捕虜から馬鹿にされるような尋問者は、 とても有用な情報を入手できない、情報を提供させるためには、まず第一に、捕虜の立場を理解することである。八れ力尽きて、敵の軍門に降ることを、彼らは相手こととしない。だから、我々とは、本質的に違う捕虜心理を、よく念頭に置き、彼らに接し、彼らを偶することが必要であろうと記している。大船収容所で、サネマツの尋問を受けたグレゴリー・ボイントンが、 物腰は非常に穏やかであったと戦後の改装に記している。一方で、収容所長の海軍少尉は、目睹する捕虜への殴打や、食事抜きなどを佐根松から命じられたと戦後に証言している。施設への収容中は、国際法上の正式な捕虜の扱いをせず、尋問終了後に、陸軍の管轄する正式な収容所に移されたが、移送の判断は佐根松に委ねられていた。 スガモプリズン1945年11月に予備役となり副委員長に勤務するが大船収容所事件で b c 級戦判に問われ重労働40年の判決を受けた。サネマツは1974年の手記で恋かつ不法な虐待を命じ、米軍将校2名の死に関与したことなどによる極刑の休憩に対しほとんど虚偽だと公弁したが、弁護人からの ある種の政治的妥協によって事故の非行を認めれば最悪の事態を回避できるという提案に従い極刑を回避したと記している。現田はさネマにつき誠実な紳士であり捕虜など虐待するような人ではなくその判決が理解できないと述べているが収容所長の証言は前期の通りである。1953年に実質的な外部就職が認められ、 山市証券外国部にスガモプリズンから勤務した。正式に釈放されたのは1958年3月である。この間に母、次男、末弟などが世を去っていた。サネマツのスガモプリズン生活を支えたのは人間というものはいついかなる場合でも自分の巡り合った恐竜を最も意義やらしめることが大切であるとの言葉である。この言葉は 海升の米内が秘書官のサ根松に直接語ったものであった。釈放後のサ根松は下記の著作を発表し、また海軍に関心を抱く者に助言や資料の提供を行った。その恩恵を受けた者に阿川博之や保坂正康がいる。病によって半身の自由を失いながらも、その著作活動は平成に至っても続けられた。ありがとうございます。